こんにちは、大和です。本日はですね、ダイソーさんとセリアさんに売っているものだけを使って焚き火料理を作っていきたいと思います。まずチェックインを済ませたいと思います。でちょっと新しい施設ができたので、はい、ぜひ堪能してもらいたいと思います。すごい、まあちょね、名前がまだ仮称の段階なんですけど、はい、焚き火の森と、うん、焚き火の森、はい、いうような名前をちょっとつけようかな。いいですね。まあ、焚き火専用スペースですよね、うんうん、だからちょっとやっぱりそのデイキャンプでもなくバーベキューでもなく、うんはい、焚き火を楽しんでほしい、うん、全部で7カ所ロボ1,2,3,4,5用意しているんです。おお、なるほど。ちょっとパーティー的にできる、うんうんうん、いいですね。結構焚き火だけできるスペースってあんまりないですもんね。そうなんですよ。なるほどなるほど。意外とね、うんうん、ないんですよね。まあ、あと、はい、はい、YouTube 見ましたが、あ、はい、桃沢野外活動センター、はい、スタッフ募集中なので本当ですか本当ですか。いや、いつでも声を上げる。はい、あ、本当ですか。僕みたいな人間でももちろんです。本当ですか。じゃあ今日はちょっとこちらで。はい、あ、いいっすね、ここ。はい、Thank you.
構しっかりしてる。Whoa.